山芋ハムシレマホノラタは、ハムシカの昆虫の一つ。頭部と前胸が赤く、前肢は藍色をしている。山の芋類の害虫として知られる。体長6ミリメートルほどのカブトムシ。体色は、基本的には黒で、ふわしは藍色を帯びる。頭部と前胸背は、赤鉱色。触角も、第一節は、稀に、第二節までが頭部と同様に赤い。前肢は、 青卵色で光沢がある。頭部は複眼の後方で強くくびれており、複眼は大きくてよく目立つ。前胸背はその側面が中央でくびれており、後ろの円のすぐ前に不明瞭な横向きの溝がある。頭部と前胸背には天国がない。小立て板は小さくて黒褐色をしている。前肢は肩の部分の内側に一本短い縦溝があり、また背中で合わせた時に、 こだて板の少し後ろあたりにはっきりしていないが、横向きのくぼみがある。前肢には天国が多く、規則正しい縦列を作っている。ふわしはやや強大になっている。幼虫は、周霊で体長6から7ミリメートルほどになり、胸部から腹部にかけては緩やかに膨らんでいる。全体に白き色だが、老熟幼虫では緑がかる。頭部と前胸背面はやや色が濃い。 背面が粘液質の分泌物で覆われている。またこの類一般の特徴として肛門が腹部9節目の背面にあり、踏んで背面を覆う。別名に胸赤首細葉虫がある。食草は山の芋類である。年一化生で神奈川県の定地での調査では、成虫で越冬し、4月中旬には食草の上に現れ、新芽や新葉を食う。5月中旬に 新芽に、投稿色の卵を産みつける。幼虫は5月下旬から6月中旬にかけて、新芽や新葉を食害する。8日は、葉の裏に作られた眉の中で行われ、サナギは長さ4ミリメートルで黄色をしている。神奈川県の山間部では、成虫の出現が5月中旬で、産卵は5月下旬から7月中旬まで見られる。卵の期間が4日。 幼虫が6から9日、全容で4日を経過して、さなぎの期間が4から5日で、いずれにしても夏の間には新生虫が出現し、それらは9月中旬まで接触を続ける。秋の終わりには雑草の根元や枯れた植物などによって越冬する。幼虫の集団本州、四国、九州と薬島、種子島、及び八重山群島に知られ、国外では朝鮮半島、 中国、台湾に分布する。同属でやはり山の芋を食うものに、キベリクビボソハムシエルアデムジーがあるが、この種は全体に赤葛色の昆虫で、背面に黒縁があってその大きさや形に変異は多いが、本種のような体色にはならない。同属の種は国内に他にもかなりあり、中でも赤クビボソハムシエルデベルサのように全子が、青、全胸が、 赤という本種と似た色彩の組み合わせを持つものはあるが、この種は強草を食草とする。あるいは他族でもイネ首ボソ首ムシウラマオレゼなど、形態が似ていて、色彩も似ているものはあるが、食草の違いで判断はつきやすい。山の芋類の葉や新芽などを幼虫、成虫ともに食害する害虫である。北東北では、成虫が7月頃に飛来し、8月中頃に幼虫が、 老熟するまで被害が続く。成虫は山芋の葉を不整形に食い、幼虫は幼いものは葉の表皮を残して食い、大きくなると穴を開ける。なお、蒸気のように同族のキベリクビボソハムシも山の芋を食うが、こちらの方が被害は軽微である。以下、種として、石井ほか、P1189 以下、木本、滝沢、P429、木本、 滝沢 P425 以下、主として、木本滝沢 P429、梅谷岡田編 P286、梅谷岡田編 P287、木本滝沢 P105 以下、林田編長 P156 から157、梅谷岡田編 P287、梅谷岡田編 P287、ありがとうございます。